続き、聖女で最も重要な儀式である大食材日について本日もご一緒に学んでいきたいと思います。はい、今回は聖のの学びシリーズ全10回回最終回になります、はい、本日の学びは主に1番目、えー、契約の箱の蓋に秘められた意味2全てのクリスチャンが救われるのか3大食材日に預かる人に何が起こるのか。 4. それは一体いつなのか 5. 誰が最初に裁かれるのかという点に焦点を当ててお届けしていきたいと思いますはい、えー。今日の学びは日々罪との戦いに苦戦を強いられているクリスチャンにとっては非常に希望となるかと思いますね、はいえー、それでは早速始めたいと思います、はいえー、前回は聖女が清められる 聖女のための贖いについて学びましたが、はいえー、罪人が自分の犯した罪を日々悔い改めて、えー、妻子の中歩の働きによって、えー、今まで聖女に移されてきた全ての罪が最終的にアザーゼルのサタンに戻されることによって初めて聖女は清められて正しい状態になるという話をしましたがモ、はいえーセの時代は 毎年この大食材日の儀式を繰り返すことによっていつか将来罪人の罪の問題が完全に解決する時が来るという約束をイスラエルの民に投げかけていたんですよね、まあ、この希望は私たちにとっても生まれながらの罪の影響から心が完全に清められて、うん、最終的に想像当初の状態にまで回復させていただけるという。 希望の約束ですよねそうですよね、えー、今日は実際に罪人の心はどのような経緯によって、えー、完全に回復するかについてお話ししたいと思います、はいえー、ここで使徒行伝三章の十九節から二十節まで読んでいただけますかだから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさいそれは主の御前から慰めの時が来てあなた方のために あらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである、はいえー。この自分の罪を拭い去っていただくことこそ、はい、今まで聖女に運ばれていた私たちの罪の記録が拭い去られて除去されるという、まあ、神の契約の完全なる成就の約束になりますね。はいえー、ところで一つ質問なんですが、 聖女の建物の中で、一番大切なものって、何だと思いますか。そうですね。まあ、聖女の中にある、契約の箱、ではないでしょうか。うん、まあ、一番、ね、奥の部屋にありますし。はい、まあ、神様も、その上に、ご臨在されている、と言いますからね。そうですよね。ええー、まあ、この、契約の箱の中には、もうその、実戒が入ってるんですよね。はい、ええー、この神の律法こそ。 神に属するものと属さないものを判断するための基準になるんですよね。うん、そして本来この基準の前に罪人は誰も自分一人では立つことができないんですね。うん、まあ、イエス様の贖いがなければ、本来私たち罪人は永遠の死の運命に定められていたのが、キリストの血の功績を信じて、 まあその見足跡を追い続けてまた従い続けるのならばこの永遠の死から今度は永遠の命という約束が与えられるということなんですね、うん、そうですよね、えー、そこで今回特に注目したいのはこの契約の箱には蓋がしてあるということなんですね、うんえー、そして神は神の立法を収めてある契約の箱に蓋をすることによって罪人に立法による死の宣告が 直ちに下らないように猶予されるということを表しているのではないかと僕は理解しているんですねうん、まあ、その猶予期間が私たち一人一人にそれぞれ与えられている恩恵期間なんですね、はい、この恩恵期間の間に自分自身が罪人であることを認めてその罪から唯一お救いくださるイエスキリストとどういうふうに関わって、うん、またどう力を受けて 生まれ変わる経験をさせていただいたかということがこの恩恵期間中に私たちに与えられている課題なのかなというふうに思うんですがはいそうですね、えー、つまりモースの時代もそうでしたが聖書、はい、の儀式に日ごとに関わっていた者たちまあ現代で言えば、えー、日々の悔い改めと品性の清めのために えーまあ、自分の肉の思いと戦っているクリスチャンのために、えー、今まで悔い改めて聖女に移されてきた全ての罪を拭い去っていただけるんですね私たちはイエスさんを信じて自分が従いたい時だけ従って、うん、まあ,ある程度クリスチャンらしく生きていたら誰でもこの大食材日の儀式の恵みに預かれるんだと思いたいものですが。はい まあそううでではなないいということこんですね大食材瓶の裁きは悔い改めて従い続けてきたクリスチャンが救われるための裁きということでしたが、はい、じゃあそれ以外の人たちの裁きというのはいつ行われるんですか、はいまあ、あの前回の学びでもですね、はい、身を悩ましていないクリスチャンは民から断たれるとありましたからまあやはり えー、大食材美というのは日ごとに聖女の儀式に参加してきたクリスチャンのためだけの救いの裁きだと言えますよね。えー、そしてこの民から断たれた人たちの裁きは黙示録によれば千年期の間になされるとありますよね。この点に関してはいつかまた深く学びたいと思いますね。はいえー、さて話を元に戻しますが、えー、この契約の箱の蓋には特別な名称がありますね。 ええ何だったでしょうかね。確か食材所でしたよね。食材所。はい。はい。まあ他にもアれみの御座と呼ばれていたと思いますが、はい。まあどうして蓋に名前がついてるんだろうと思ってたんですよね。そうですよね。ええー、まあ実は大食材日にはですね、この蓋の上で裁き主なる神と罪人の中保者である大祭司の間である取引がなされていたんですね。はい。 前回アザゼルのヤギの話のところで、うん、2頭ののヤギがくじ引きされてていいたのを覚えてますよね。はい、アザゼルがサタンを象徴して、うん、もう1頭がイエス・キリストを表しているということでしたよね。大食材日にはこのキリストを表すヤギを民のための財産のヤギとして犠牲に捧げるんですがその血がこの食材所の上に注がれたんですね。はい えー、ここで「レビキの16章の15節から16節まで読んでいただけますか」「また民のための財産のヤギをほふりその血を垂れ幕のうちに携え入りその血をかのお牛の血のように食材所の上と食材所の前に注ぎイスラエルの人々の汚れとその戸がすなわち彼らのもろもろの罪のゆえに」 聖女のためにいいをしなななければならないまた彼らの汚れのうちに彼らと共にある会見の幕屋のためにもそのようにしなければならない、はい、このようにキリストの犠牲の血を食材所の上に注ぐことによって、はい、今まで祭子が聖女に移してきた全ての罪が キリストの犠牲によって完全に支払われたということを、まあ、裁き主なる神が認めてそしてそれらの罪を最終的にアザゼルに移すことによって、えー、聖ののための贖いが完了するんですすねなわち今まで罪の許しである財産では決して解決しなかった、まあ、罪人という事実ですね。はい、財政ももろとも除去されて でその代わりに神の律法がその人の心に書き記されるっていう約束があるんですね、はいえー。ここでエゼキエル書の36章26節から27節まで読んでいただけますか私は新しい心をあなた方に与え新しい霊をあなた方のうちに授けあなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える私はまた 我が霊をあなた方のうちに置いて我が定めに歩ませ我が掟を守ってこれを行わせる。はい、これが罪人のの救いの根拠だったんですね、はい、ま外庭の財産だけで救いは確定されるのではなくて、うん、ま罪に影響を受けてしまうというこの性質そのものが取り去られることによって、うん 私たちの罪による苦しみは完全解決するんだということがわかりました、ね。はい、そうですね。はい。えー、ところで、前回、私たち人間が聖霊の宮である、まあ、聖女であるっていうことを。コリントビテの第一の手紙六章十九節から学びましたが。はい、これ、単なる比喩ではないんですね。えー、人間について考えるときに、まさに聖女のこの構造は。 人間の心の中の構造に置き換えることができるんですよね、はいえー、ここで質問なんですが聖女の建物ってどんな構造になってましたっけ、まあ、聖女の構造は確か二部屋ありましたよね、うん、第一の部屋と第二の部屋、うん、第一の部屋は会見の幕屋という名前で、うん、まあ第二の部屋が私聖女というふうに呼ばれてましたよねそうでしたよね この「大食材部は単なる儀式ではなくて、はい、実際罪人が救われるるる心の状態をでですすすねね理解する助けとなん罪人が神の契約者となってキリストを信じる信仰によってその契約が完全に成就するこの慰めの時には死聖女に神が責なとして常にご臨在されておられたように私たちの心の中にも 聖霊が常に内住されるようになるんですね。まあこの常に聖霊が内住されるっていうことが本当にすごいですよね。うん、ねまああのヨハネ第一の手紙の三章の九節には聖霊がその人の心の内に留まっているなら、えー、その人は罪を犯せないとありますよね。はいえー、神の裁きである大罰罪に預かった人はですね同じように犯したすべての罪と合わせて財政諸とも 取り去られて創造闘争の状態へと回復されるので、うん、精霊と常に一緒にいる状態が実現するわけですねえ、うん、まあしかし実は地上歴史でまだこの神の契約の完全な成就を経験した人はいないんですよねえ、うん、しかし一人だけまあ精霊が常に内住している状態になっていた人がいるんですが一体誰でしょうかまあそれはイエス様ですよね、うん まイエス様は心の中にいつも聖霊を宿されていて、うん、まあ満たされ続けていたっていう風に聖書に書いてありますよね。そうですよね。えーまあ、このイエス・キリストの罪のない状態こそ、大即財の時に神の契約の成就として与えられる最大の恩恵なんですね。え言い換えれば、財政が除去されなければ、イエス・キリストのような品性を継続して、 完全に表すことはできないんですねうん確かに大食材日の前であっても私たちは精霊の助けによって罪に勝利する経験に預かることができて、うん、今まさにそのことに私たちは目を向ける必要が、まあ、あるというふうに思いますが、はい、それとは別に罪を心から悲しんで戦ってきた人の財政自体が取り除かれる恵みっていうのは もう桁違いに私たち罪人にとって大きな慰めあるいはまた希望の時となるんじゃないでしょうかね本当にそうですよね、まあ、僕も罪との戦いに苦戦を強いられていますので、まあ、その日が待ち遠しいんですが、えー、実は神の裁きに関しては同じ日に皆同時に神の裁きが及ぶんではなくて、えー、それぞれ一人一人にいつ大食材入が望むのか まあその正確な日時は分からなないんですね、はい、えなぜなら一人一人の信仰の歩みも違いますし、うん、まあそれによってタイミングも違ってくるからですね。はい、しかしダニエル書に神の裁きに関する重大な予言がありますので「えー、ダニエル書8章14節を読んでいただけますか。彼は言ったののと朝の間である そして聖女は清められてその正しい状態に復する。はい。えー、実はこの聖女は清められてその正しい状態に復するという部分こそ、えー、大息災日である神の裁きを表しているのがわかるかと思います。はい、えー、そしてこの厳粛な予言はですね、千八百四十四年の十月二十二日から始まっていて、うん、えー、まずはアダム、セツ、ノア、アブラハムやまあその他 えー、眠りについている神との契約者、まあ、眠りの偽人たちから始まっていると言われてますね。はいえー、今回は無限の研究ではないので、まあ、日時の割り出し方に関しては学びませんがいつかまた皆さんとご一緒に学びたいいと思いますね、はい、でもこのアダムたちはすでに亡くなってますけれども、うん、彼らからどうやって罪を除去するんですかはい 実は彼らの体はもう死んで土に帰っているので、はい、存在しないんですが、うん、彼らの人生のすべてが書かれてある記録ののの書というものが天聖書の記述によりますと彼らは地上生活で神との契約者として忠実に日々の悔い改めまた品性の清みの人生を追い求めていましたので彼らの信仰によって 彼らのの罪は天の聖女に移されていたんですね。うん、そして神は彼らの罪をサタンに移すための手続きとして彼ら個人のための大食材日に神の裁きを完了させて眠っている擬人たちの記録の書から罪を完全に除去されるんですね。うん、そしてキリストのの再臨の時に、 この罪が完全に除去された記録の書に従って彼らが再創造されて復活するわけですね、はいえー。ここで一つ引用文を読んでみましょう。食材の働きが集結しようとする時の光景は実に厳粛である。そこには実に重大な意義が含まれている。審判は今天の聖女において進行中である。 長年にわたってこの働きは続けられてきた間もなくその時がいつかは誰も知らないが生きている人々の番になる神の恐るべき見舞いで我々の生涯が調査されねばならない今は他のどんな時にも勝って全てのものが救い主の勧告に心を止めるべき時である、えー、このように 本当にに厳粛な時代に私たちは生きてるんですね、はい、もしこのことに無関心であるなら妄セ、えー、の時代に、まあ、毎日の聖女の儀式に参加しないものとか、えー、もしくは、えー、大食材に身を悩まさないものとして民の内から立たれると、まあ、前回の学びでね、えー、引用した「ビ記二23章29節に記されてありますので、うんはい、今信仰によって天の聖女の儀式に まあ、罪,罪と犯罪を持って参加しそうですね、まあ、私たちが生きている間に自分の罪を精霊によって正しく悔い改めてまた許しに預かって、まあ、一歩一歩罪から回復されることを選び続ける人が、うん、この天の聖女の儀式に参加しているということになるんですね、はいまあ、実際死んでからはもう参加はできませんからねそうですよね。 えー、さらにこの大即罪日の時には罪の除去は2つの立場に分けて順々になされていたんですね、えーまあ、そのことが「レビッキー16章33節」に記されてありますので読んでいただけますか。彼は死聖女のために贖ないをなしまた会見の幕屋のためと祭壇のために贖ないをなしまた祭司たちのためと。 民の全回収のために贖いをしなければならない、はい、えー、ここに妻子たちのためそして民の全回収のための贖いについて記されてありますが、はい、実際大妻子がこの大食材日に契約の箱の上に血を注ぐために死聖所に入ったのは2回だったんですね 1> えー、1回目は自分と再子食家族のための贖いえー、そして2回目は 一般回収のための贖いになります、うん、えここでレビキ16章の11節から14節まで読んでいただけますかすなわちアロンは自分のための財産のお牛を捧げて自分と自分の家族のために贖いをしなければならない彼は自分のための財産のお牛をほふり主の前の祭壇から炭火を満たした航路と細かく引いた 香ばしい燻香を両手いっぱい取って、これを垂れ幕のうちに携え入り、主の前で燻香をその日にくべ、燻香の雲に赤石の箱の上なる食材所を覆わせなければならない。こうして彼は死を免れるであろう。彼はまたそのお牛の血を取り、指を持ってこれを食材所の東の面に注ぎ、また指を持ってその血を食材所の前に 七度そそらなければならない。はい、えー、これは大食材日にアロンがまあ、1回目に死聖所に入って、自分と自分の家族のために贖いをする場面なんですが、はいえー、ここでアロンはまあ、自分だけでなくて、再試食、家族の贖いもしなければならなかったわけなんですね。うん、まあつまり、一番最初に神の裁きが及ぶのは再試食家族であるということなんですね。うん 実は現代の祭祀軍の役割を最初に担う教会として神は私たちセブンンススア・ドベンチスト教会を建てられましもともとセブンス・デ・アドベンチスト教会はさまざまなキリスト教会の教派の集まりからなる群れでしたが神は私たちに失われていた安息日を含む全ての律法についての知識を与えられさらに 聖女の大食材美に関する理解も与えられてセブンステイ・アデメンチストが誕生することになりましたしかし1960年代にこの特別な聖書の知識ゆえに多教派のクリスチャンから十字架だけでは救いは達成されないという聖女の教えは異端であるというレッテルを貼られそうになりそれを恐れて大食材美を持って 全ての罪のあがないが完了するという政治の教えをそっと後ろに隠すようになっていきました。えー、言い換えれば私たちセムステ・アドベンチストは現代の祭祀としての役割を十分に果たさなくなってしまったのだと私は思います。だからこそ今私たちは神の御恵みによってもともと与えられていた神の裁きに備えるための 現代の真理に今一度立ち返るべき時ではないでしょうか、はい、そして神は現代の祭祀軍をセブスでアドベンチストだけに限定しておられるわけではないと思います、はい、他の教会からでも現代の祭祀を起こされることがおできになるかと思います、はい、今回の学びにて聖女、えー、シリーズはひとまず終了となります十、はい、回にわたる長い学びでしたが この聖女の学びの一番のメッセージは神様が私たちを罪から救うご計画は完璧であるということだと思いました、はい、私たちはただ罪を許されれ続けけることとに慣ててしままってはいけないと思いな思す。すね、神様は犯してしまった罪をお許しになることにとどまらずに罪の根っこごと私たちをこの地上にて清めてくださるんですね。はい 本当に罪に苦しむ人の嘆きの声に真正面からお答えになる神様の愛を学ぶことができたかと思いますはい。今日はとても長い学びとなりましたが最後まで聞いてくださりありがとうございましたまた引き続き本音で聖書塾をよろしくお願いいたします、はい、それではさようならさようなら